そうか、やはり玄徳王権の将軍ファルコがかつてラオウの野望をその足一本と引き換えた男。かつてラオウの野望嵐となっているのですが、軍勢の村にはその魔手が伸びた。ウヌが玄徳王権のファルコか、戦うか退くかどちらか選べ。どちらも選ばぬ。このまま村を素通りしてもみたい。ただでとは言わぬ。土産は渡そう。村人の一滴の血も流したくはないのだが。けどそういう男がなんで天帝の言いなりに。天帝の圧政はファルコが一番嫌うんじゃないのか。奴は天帝を殺さん。それは自分に課した掟のため。暗い。聞いたか、我らが天帝は暗いのがお嫌いじゃ。回せ、心を込めて回すのだ。苦しい。誰が休んでいいと言った。ファルコ様。将軍、蛇行総督がお呼びです。ファルコ将軍、泣かずともその足が泣いている。ファルコ、なぜ反乱軍を全滅せずに戻ってきた。思わぬ敵が入りましたよ。すめ、臆病風に吹かれおってね。誰の前だと思っている。図が高い。威服戦か。なんだその目。息子たち、私が何者か我子に教えてやれ。はっ。父上は天帝の最も信任厚き総督閣下にあらせられます。父上の口は天帝の口であります。聞いたか。なんと呼び、天帝に弓引く北斗を倒すのだ。元凶はすべて北斗にあり。ちっぽけな軍団一つに天帝が崩れるものか。バカな、この距離で槍が届くはずがない。俺よりの戦いはこの俺の戦いだ。食い止めろ。貴様がいかに強かろうが、この城門を破ることはできぬ。この門にはな、電流が走ってんだ、バカ野郎。どうだ、丸焦げになるだけだぜ。
よし、挟み撃ちだ。北斗の奴らを皆殺しにしてやる。敵の増援が来たみたいだ。俺が食い止めてくる。どけどけ、うぬら腰掛けのファルコ軍の出る幕ではないわ。我ら総督直轄軍が仕留めてみせるわ。死ねえ、口出しにしてくれる。これぞ我が天帝軍が誇る戦車。貴様の剣など弾き飛ばしてくれるわ。お前たちはファルコの兵か。そうだ、俺たちはファルコ様のためならいつでも死ねる。よかろう、待とうファルコ。誰に？北斗の剣士郎。剣士郎、あの恐怖のラオスが倒した男が。申し上げます、直轄軍は崩壊、剣士郎は徐々に帝都に向かっています。さまざま強いじゃないか。いかん、天空の闇に光るは北斗、闇は邪行を狂わせる。バルカ、剣士郎を倒し、さもなくば徹底の命はないぞ。すまぬ、ゲントの先人たち、このファルコでゲント貢献2000年の歴史が終わるかもしれぬ。思えば今日のこの混乱は全てこのファルコの甘さが原因であった。確かにもらった。その片足、ウヌの村どころか一国にも値するわ。出てこい、そこのネズミ。邪神に満ちた目を。ファルコ、この男を今すぐ殺すがよい。さもなくばこの男、ウヌにとって最大の災いとなろう。待て、 お前は自分の母親の前で俺を殺すのか。お前の母親は俺の育ての親、その母の前で俺を殺せるなら殺してみろ。老いた母の祈る姿が俺を思いとどまらせた。その母が死ぬと同時に、奴は保身のために天帝を幽閉。天帝の名において帝都を築いた。すべては俺の甘さゆえ。帝都の中心部に仕掛けた爆薬の起爆装置だ。もし俺がケンシロウに敗れたならば、そのボタンを押せ。このファルコが倒れれば、ジャコウは天帝を殺し、全てを天帝の席として逃げ出すだ。全ての発端がこのファルコならば、この死と共に全てを天へ持って帰ろう。しかし、あなたを愛するミュウ様は。ミュウ。起爆装置は私に、ファルコ様の死はこのミュウの死。一緒に連れて行ってもらいます。もはや思い残すことはない。ケント貢献伝承者としてケンシロウに戦いを挑もう。
が凛を。わからない。でもはっきりと天帝が私を呼ぶ声が。よし、帝都の中へ行こう。とにかく天帝を抑えれば帝都は落ちる。こっち、こっちよ。鳴き声がだんだん強く。よし、急ごう。バット、俺はこっちに行く。俺はもともと賞金稼ぎだ。人探しはお前たちに任せる。ジャコーの首を取ってくるぜ。好きにしろ。ウヌの行動は密偵によって全て筒抜けになっておるわ。この箱がファルコが仕掛けた起爆装置か。お前がわしに近寄ったのは天帝の居場所を探すためか。この邪行を裏切った者は誰一人として許さねえ。使え、出せ。なんで貴様。お前が総督の邪行だな。この邪行に手をかける気か。恐ろしいことになるぞ。射楽せ。いけません。その男を殺しては。その男が天帝の命を握っているのです。殺せば、ファルコ様の命をかけた戦いが無駄に。それじゃあファルコは。わしに逆らう者は皆死ぬのだ。しまった、落とし穴か。真剣の真の力を知らない。北斗真剣の奥義を見たとき、お前が死ぬときだ。貴様を思い知ることになる。玄斗光剣の威力もある。勝負はついた。それはどうか。この下から聞こえてくるわ。そんなはずは。天を二つに割ったのは、今日の乱れを呼んだのは、若き日のファルコなのだ。
双子。天は一つ。このまま創生が育てば、天は二つに割れよう。殺すのだ、ファルコ。それが幻都貢献伝承者の務め。やはりこのファルコ、悪魔にはなれぬ。それであの方は自分の叔父夫婦にあなたを預けたのです。あなたの出生の秘密を隠して。イン、あなたのことは聞いていました。悲しい妹の話を。どこ、どこにいるの、リン。リン、ごめんなさい。あなたには辛い思いをさせたのね。いいえ、姉さん。捨てられた私の方が、あなたより幸福でした。天帝はあくまでもファルコを操るためだけのもの。だがもう天帝の命は一つもない。ペンシロウもファルコもすでに力を使い果たしている。邪魔でも十分にぶち殺せるわ。傷ではない。ファルコと剣の戦いを止められるのはお前とルイだけ。奴らの血を拭ってやるのだと。俺は必ずここからお前たちを出してみせる。まだ天は俺たちを見捨てちゃいないようだぜ。幻都貢献2000年、すでに僕と封じの奥義は伝授されておる。この岩盤をぶち抜いて地下水を吹き出させ、お前らを脱出させる。そんな道具もないのにどうやって。こいつよ、この拳でぶち抜けねえものはねえ。ダメだ、今のお前の体ではそれ以上無理をしたら。頼むぜ、我が愛しの原骨よ。大丈夫だ、リン。下がってろ。
俺みてえな一回の賞金稼ぎの命でも役に立てば、アスカとの約束も果たせるってもんだ。なぜ砕けぬ。怖っ。俺の命じゃ不服か。クソだね。天帝ルイと巻き添えにネズミもあの世へ送ってやったわ。次は貴様らが死ぬのだ。発射よーい。いやー、なんだ。おい、うわー。ケン、ファルコ、天帝は無事だ。敵はジャコーだけだ。しっかりしろ、アイ。お前にはアスカを見守ってやる仕事が残ってるだろう。俺はお前がいるから何も心配してねえ。これのために死ぬってのはなかなかのもんだぜ。少しかっこよすぎるな。バカ野郎、てめえかっこよすぎるよ。ケン、ファルコ、俺たちと同じ血を持った同胞の死に答えてくれ。決着をつけるのはお前だ。すまん。おい、剣士の兄さん、俺がファルコを倒したら見逃してくれるか。いいだろう。倒せたらな。いいやつ。今のファルコ、フレディも倒せるわ。貴様のために何人が苦しみ地獄に落とされたことか。その度に何度心を殺してきたことか。恨みなどという言葉では生ぬるい。この世から失せろ、邪行。ルイ様、よくぞご無事で。あなたに比べれば私が背負った苦労など、せめてその体の傷だけは私に拭わせてください。マリコ、ありがとう。アイン、見えるか。お前が死をかけて望んだ光景だ。確かに告げよう、お前の最後を愛娘アスカに。そして語り続けよう、お前の生き様を。いない。リン様が。リン、きっと
まだ地底に残された奴らを助けに行ったに違いない。しっかり。リン様、なぜ帝都内に戻ってきたのですか。この中にはまださっきだった帝都の兵がゴロゴロしているのですよ。でもあなたや取り残された人たちが大丈夫ですか。ダスク、アルコの作ったこの爆弾でみんなを吹き飛ばしてやる。そして原子炉ファルコ、貴様らをはるかに過酷な戦いに叩き込んでやるわ。崩壊していく。なぜ、どうしてリンだけ。やっと一緒になれたというのに。心配はいらない。この俺がいる限りリンは死なん。泣いてもいいのよ、思いっきり泣いても。私泣かない。私が泣いたらパパ眠れない。アインはきっとこの子が寝つくまでは眠らない父親だったのでしょうね。これパパの、きっと喜ぶと思うから。はい、約束しよう。お前の死は決して無駄にはしない。